よろしくお願いします。ザ団子です。
けつくらし支配し立てるのも自然になってく少しの間息を詰めるんがうまくもないけど笑ってたの終わり笑ってくるから団子と申します。今日は一発目ということで鼻からぶちかましていられると思ってますけど、テツミックスナイト、まあもうここにいるほとんどの人はご存知でしょうけど、テツミックスナイトのテツミさんです。さっきちょっとこのライブの本番が始まる前に話してたんですけど、なんか音楽のいろんななんていうのレコード会社とかライブハウスとかみんなが一斉に負のスパイラル入って、なんか CD が売れねえとかライブハウス客が来ねえとか、まあいろんなそういうネガティブな話で持ちきりになってしまっている。だけども、こういう場所は楽しいことを発信し続けていたいよねっていう、まあ、言葉会話なんかすごく非常に頭に残っていて、まあそんな思いを胸に今日皆さんとそしてこれから出るバンドも、共有していけたらと思っております。楽しんでいってちょうだい。
ありがとうございます。カレンダー通りに来てれば明日から仕事が始まりますね。あ、違いますね。明日も休みですね。カレンダーが頭に入ってなかったです。火曜日から皆さん頑張ってください。頑張ってる人に向けて歌う歌です。頑張っている人は泣いてもいい時があるってこと知らずに気が触れそうです。反対側の答えを欲しがってる世代はいつも辛くて、だけど笑い合うよ。頻繁にご褒美、それが案外役に立つのさ。消えた笑顔を補うよ。だけど次第にいつかきっと慣れて、慣れて
最後の曲です。どうもありがとうございました。楽しんでてね。